日経カレッジラボ。日経カレッジラボの時間がやってまいりました。所長のパックンです。よろしくお願いします。さあ、この番組はどんな番組なんでしょうか。ケイシーさんに説明をお願いしましょう。はい、皆さんこんにちは。助手のケイシーです。この番組は日経 CNBC と日経新聞が運営する学生向けキャリア支援サイト日経カレッジカフェとのコラボ番組なの。出演するのは現役大学生と様々な企業のエキスパートたち。その両者が就活、商品開発などのテーマに沿ってトークを展開。学生の本音やアイデアから企業の新たな戦略や事業を生み出していこうという番組なの。それではまず本日一緒に研究していただく大学生をご紹介しましょう。今行ってみたい国はモンゴル。上智大学の滝上志保さん、お願いします。ヨーロッパに行ってみたいです。青山学院大学近野智明さん、お願いします。よろしくお願いします。インドに行ってみたいけど上海に行ってきます。なんじゃそれ。日本大学の小沢健介さん、お願いします。よろしくお願いします。そして今回も企業のスペシャリストたちにも登場していただきます。サイバーエージェントグループ株式会社 CA ヤングラボ代表取締役 CEO の須田さん、お願いします。電通メディアイノベーションラボ研究部長の三輪さん、お願いします。よろしくお願いします。そしていつもの通り日経カレッジカフェから編集長の村山さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いします。さて、この6名を迎えして議論するのはこちらのテーマです。今回は発信者としての振る舞い方について議論を深めてまいりましょう。情報発信はかつてはマスコミの特権でしたが、 SNS をはじめ誰でも簡単に情報を発信することができるようになり、それが日常的になりました。簡単にできるからこそ注意点や気をつけていきたいところを学生の皆さんと一緒に考えてまいりたいと思います。それでは最初の考察に参りましょう。滝上さん、お願いします。はい。楽しいをアピールしないです。どういうことですか。楽しさをアピールしないこと。結構 Facebook 投稿とかで、うん、私今留学行ってます、楽しいです、こんな幸せな時間ありがとうみたいな、両親に感謝してますみたいな、なるほど、ありきたりな投稿というか妹もやってるんですけど妹に対する本当にそう思って、違います結構よく見るんですけど、うん、本当に感謝してるのかなとか本当に楽しんでるのかなっていうのを結構感じていて、私も実際留学に行った時になんか楽しいことばかりじゃなくて、うん、結構辛いこととか大変なこととかもたくさんあるんですけど、なるほど、ただそっちを言った方が人間味があるというか、なんか等身大だなと思う。なんか留学行ったら完璧でいなきゃいけないような気がしちゃうんですけど、なるほどね。でもなんかむしろ失敗とか私は伝えた方が、うん、なんか人って私に興味を持ってもっと話を聞きたいと思ってくれるんじゃないかなって思って。なるほど、はい、リア充とよく聞きますけど、これも嫌味なんですよね、はい、あの人リア充してるよねってリア充アピールが見てる側にとってちょっと不愉快だったり、ね、もしくは作り上げて本当はそこまで幸せじゃないでしょうって突っ込みたくなるわけですね、はい、私はアピールする人ほど幸せじゃないと思ってなるほど今留学中超幸せっていうのは、はい、本当は裏側超不幸なんですねそこまでじゃないと思うんですけど、私はすごい忙しかったりとか充実してる時は忙しくてあんまりツイッターとか投稿したくならないんですね。なるほど。卒論とかなんか本当に嫌なことがたまったらちょっとツイートしたくなったりとか発信したくなったりとかするので、それがリアルだと。はい、なるほどさて初登場須田さん、はい、このSNS の皆さんは幸せを見せるべきなのか、それとも不幸を見せるべきなのか結論、僕はその発信が好転したタイプの社会人だなというふうには思っていまして、もちろんそういった意見もよく聞くんですけれども、楽しさのアピールとかよくキラキラとか揶揄されるんですけど、ある意味では逆にその自分がお世話になった方とか一緒に協力してくれた方にその自分の表彰だったりとかできた成果を自分のタイミングで報告することができるというのはすごく SNS が発達してくれてよかったなという思うポイントなので、賛否あるんですけど、僕は発信は推奨するタイプです。須田さんの
最近の書き込みはどんなんですか？最近ですと弊社の会社としてのステージをちょっと上げていただいたことに対して、うん、関係各所さんにこういうふうに全社から、表彰いただきましたという報告だったりとか。表彰いただいたって？おめでとうございます。ありがとうございます。いや本当は不幸ですよね。そうです。でもそういうのはフェイスブックだと書きます。私もフェイスブックと他のサイトの使い分けしてるんですか？使い分けしてます。幸せ度アピールは、うん、はい。フェイスブックはどっちですか？フェイスブックは、幸せって言ったらちょっと語弊があるんですけどなんかのタイミングありますよ、うん、先ほどおっしゃったように、うん、私だったら最近就活が終わったので、就活が終わってこういうこともあったけど無事決まりました。あ、決まりました、はい、おめでたいじゃないですか。ありがとうございます。おめでたい、ね、そういうこととか。それはいいんだそれなんでそれがいいんですか？それはやっぱりみんなが心配してきくれてることだし、自分としても報告したいことなんですけ ど, でも妹の留学先の幸せそうな写真は許せないいやいいんですけど、学んでくれてるんだったらいいんですけど、もうこう学びとか全くなく、ただ旅行に行ったことだったりとか、うん、楽しい友達と笑ってる写真だけを上げて留学が充実してるって勘違いしてるんじゃないかなっていうあれとしての懸念です。なるほど。いやこれ永遠に聞きたくなるんですけど次の考察に参りましょう。近藤さん、はい、僕は SNS というのは、もう一人の自分と言ってもいいんじゃないかなと思ってます。お、はい、どういうことですか？そうですね、完全に別名とかでやってるんですか？いや一緒の名前やってるんですけど、そのこれだけ今インターネットがすごい発達していろんな人が使う、インフラになって、リアル、自分のいわゆる肉体っていうのと、バーチャル上の自分みたいなのが、もうなんか今2人いるような状態に今正直なってるのかなっていうふうに思ってるの で、リアルの自分と SNS 上の自分はどう違うんですか？もちろんリアルはもう自分ここにいる自分なんですけど、SNS とかだったら例えば SNS の Twitter とか Facebook の投稿によって自分がどういう人なのかっていうのとか、今何してるんだろうっていうのが全部もうイメージされてしまうので、もちろん怖い部分もあるんですけども、なんかそういうふうにこう、自分の投稿によって、みんなにその報告するとか、自分の今状況こういうことやってますっていうのは、インターネットをうまく活用することによって、自分のブランディングにもなりますし、ブランディング、はい、リアルな情報を発信するんですか、それとも盛っちゃうんですか？はい、それは盛らないですけど、もちろんでもやっぱその自分の今正直なことだから、もちろんいいことだけじゃなくて、弱音を吐いたりとか時には、今正直厳しいですみたいなのも僕は結構ちゃんと発信するようにはしていて、だからもう SNS が人格を持ってるっていうことですね。ほう、ツイッターとフェイスブックの自分はもう結構ニアリーイコールで自分だみたいな。なるほど。そういうふうに見られてしまうのかなと思ってます。あ、なるほどね、はい、もう一人の自分というのは別人ではなく分身なんですね。そうです、同じ自分がもう一人いるっていう。なるほど。イメージは、はい、村山さんどうなんですか？これは我々の世代同じさせていただきますけど我々の世代でちょっと考え方違うような気がしますね。ああ、それはそうですね。でも近藤さんの話聞いてなかなか面白いなと思ったのは、結局何を発信するかなんだけれども、やっぱり自分が伝えたいことがある人が伝えたいことを発信できるっていう、そこが大きいんじゃないかなと思いますよね。昔はそれがね、なんか分かんないけど、その壁に何か書いて貼り出すとかですね、掲示板に貼り出すとか、そういうレベルだったのが今 SNS でできるようになってるわけですから、発信力もその分増してるわけですしね。でもやっぱり突き詰めると、発信したいことがあって、発信したい思いがあってっていうのはね、今も昔も一緒かなとも感じましたよね。なるほど。ちなみに近藤さんはブランディングとも言ったんですけど、ということは見せるもの見せないものをちゃんと選んでるんですか、選択してるんですか？そうですね、もちろん全てを投稿してるわけではないので、さっき言った、要所要所で報告を、投稿するようにしたりとかしてます。幸せそうな写真をアップするんですか？幸せそうな写真、こういうふうにうまくいって、もちろんその就職が決まったよっていうのももちろんそうですし、なんか卒業が決まりました、僕最近決まったんですけど、卒業が決まりましたっていうのをSNS を見に来てくれる人たちにこう報告っていう形で投稿したりとかっていうのは、ブランディングというか自分の近況を報告する上で、なるほど、その今回メディアっていうテーマですけど、 SNS はもう一人一人がメディアを持った時代になったというふうに僕は思っているので、滝上さん、はい、卒業報告は OK ですか？ OK です。よかったですねそれでは最後、小沢さん、あなたの考察は？実体験から得た意見を発信しています。楽しかったら別に楽しいアピールすればいいと思う。それ実体験じゃないですか、でも自分のメディアじゃないですか。
楽しかったら楽しいアピールすればいいと思うし、悲しかったら悲しいことアピールすればいいんですけど、なんか世の中客観的って言われすぎますけど、結構 SNS は主観的にどんどんいろんな人が意見を言ったらいいんじゃないかなって。最近どういう意見を発したんですか？最近はなんか最近 AI が仕事を奪う言われすぎてて、なんか AI って何かみんなよく分かってなくないみたいなことを Facebook に投稿したりはしましたね。それに対するいいねは AI からいっぱい来たんですか？いやでも結構社会人の方からは結構コメントいただいたりとかはしたりとかしてっていうのはあったしっていう感じですかね。なるほど、そうなんですね。これやっぱり SNS っていうのは自分のメディア、完全に自分のサイトだと思って発信するものは、まあそれぞれの審査に合えばいいだけの話ですよね。そうです。だから事実があってそれを伝えたいってことがあればやればいいと思う。だそこになんか目的がないとか、ちょっと架空に楽しいアピールっていうのは確かにおっしゃってる通りだなっていう、竹上さんのおっしゃってる通りだなと思うんですけど、やっぱりどういう文化に触れてとか、そういうちゃんとした事実があって伝えることがあるとき、感情だけじゃなくてそういうなんかファクトがなんか伝わるときっていうのはなんかすごく意義のあることなんじゃないかなっていうふうに思って、硬くてすいませんでした。とんでもないです。皆さんこういう使い方いかがですか？若いので滝上さんがおっしゃったあの点も分かるんですけど、楽しいんだったら楽しくそのまま発信しちゃってもいいのかななんて僕は思いますし、盛りたければ盛ってもいいと思いますし。盛りたければいいんですか？盛っていいんですか？それはもうあの若さの特権ですよ。社会人になって、まああのね、もちろん社員としても結構自由度高く発信してらっしゃる会社もありますけど、まあ、そうじゃない会社っていうのもいっぱいあります。いろんなコードに縛られてるっていう中ではですね、やっぱり大学生にいるうちに素の自分、持った自分、いろんな自分を発信して気づきを得るっていうのはいい体験なんじゃないかなって私は思いましたけどね。社会人になってからはその盛り方をちゃんと考えた方がいいですか？やっぱりね、それは何か発信したことによって会社に迷惑がかかるとかね、そういったことって事実結構起きやすいですね。なるほど、はい、だからやっぱりよりたくさんの人をケアしなきゃいけない、考えなきゃいけない、立場によってやっぱり自分の意見に傷つく人がいるかもしれない、損害を被る人がいるかもしれない、こういうことはやっぱり隅々よく考えなきゃいけなくなってしまいますので、やっぱりそうなる前の自分っていうのを一回経験しとくっていうのは社会人になる訓練としてもいいことなんじゃないかなっていうふうに私思ってますけど、ね、なるほどね、はい、SNS 上でもやっぱり忖度って必要ですね。そうですね。言い方悪いかもしれないです、はい、さあこの後は皆さんの素敵な疑問を受け付けましょう。その前に素敵なお知らせです。マーケット経済専門チャンネル日経 CNBC はあなたの忍者となり、最新の経済マーケット情報を素早く収集、正確にお伝えいたします。国内だけでなくアメリカ、ヨーロッパのグローバル市場もズバッと解説。テレビはもちろんネットならいつでもどこでもご覧いただけます。ネットでの視聴ならお試し1ヶ月。日経カレッジラボ、今回の研究テーマは学生とメディアです。さて学生の素敵な質問を受け付けまして、スペシャリストの皆さんに答えていただきましょう。それでは僕の手前から滝上さん、はい、あなたは何を聞きましょうか？はい、テレビの収入はどうなるんですか？僕に聞いてないよね。僕は答えないよそんなの。テレビの収入、普通に大学生活とか進めていくにつれて全然テレビを見なくなってきたんですね、私自身が、うん、でもその就活を機にこういろんな企業さんを見てるときに CM だけで1億とか10億とかそんだけお金をつぎ込んでるとか、うん、そういうのを知って、今簡単に私たちでもこう発信したら集客ができたりとか、うん、何かをアピールできたりできるのに、今後そんな風にお金をテレビに対してつぎ込む企業さんたちって出てくるのかなというか、やっていくんじゃないかなと思って、その時にこう、うん、テレビってどうやって今後収入を考えてるのかなって。すごい、僕にとってもすごい切実なテーマですよ。収入、まあそうなんですね、視聴率が下がってる、メディアは多様化してる、ライバルのコンテンツが山ほどあって、より簡単に安く手に入るものも多いんです。発信する方も増えてる、テレビはやっていけるか、三輪さん。
そうですね、やっぱりねそういう疑問持たれる方が増えてるっていうのは、うん、私たちもちょっと危機感を持たなきゃいけないなって改めて思いましたけど、まあ、テレビって確かに10年前の皆さんのような20歳前後の方々と比べれば確実にね、視聴する時間って、まあ、減ってると思います。実際にデータにも出てます、まあ、ですけどやっぱり皆さんが共通してアクセスしているメディアって何ですかって言ったらね、いまだにやっぱりテレビって若者の間でもですねやっぱりナンバーワンであることには変わらないと思います、でそういう幅広い人に共通してリーチできてるっていう基盤があるっていう時に一番ですねやっぱりテレビの価値っていうのが感じられるんだと思うんですね。それは広告を出している広告主の方々にとって一番そこがテレビをやっぱり一番まあ、なんていうか活用しようとする動機づけになってます。でそれがまあ、徐々に徐々にっていう変化はこれからあるでしょうけれども、まあ、その辺は時間とともにですね少しずつバランスっていうのが変わっていくことはあるとは思いますけども、やっぱり幅広いリーチ共通同じ時間帯に視聴者が共通のコンテンツを見てる、こういうメディアっていうのはやっぱりなかなか他見ても得難いんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあ、そういう意味ではテレビは強いというふうに私としては言いたいですね。じゃあしばらくテレビの収入は大丈夫でしょうと、はい、そうですね、意味ですね、はいはい、もう大丈夫だということです。ご心配ありがとうございます。すいません。さあ続いての疑問に参りましょう。近藤さん、はい、企業として SNS をどう活用していくかということです。うん、企業というのはその SNS ユーザー側の企業のことですね。企業をが SNS にアカウント作って、まあ、どういうふうに発信していくのかっていうのはすごい興味があって、結構はそのサイバーエージェントさんの、須田さんとか、まあ、サイバーエージェントグループさんの社員さんってすごいこう個人的にもどんどん発信していくっていうのを結構僕見てて思っているんですけど、それと同時にこう会社としてのアカウントを持っていることでそれを SNS 上で話題にさせるとか、こういろんな使い方によってはむしろこうなんですか、バズればいわゆるこう話題にできればその企業の認知度とか、イメージっていうのもすごい変えることができるんじゃないかなと思っているので、なんかこうこういう質問をしたいですね。 SNS どういうふうに使っていくべきか、どういうふうに考えてらっしゃるのか。そうですね、ソーシャルネットワーキングサービスといっても、はい、社会に参加しているのは個人だけではなく企業もそうですね、はい、そうですね、企業もそのネットワーキングサービスの上で大きな存在を今見せていると思うんですけど、どうなんですか須田さん、それは全部戦略なんですか。全部戦略です。ただ、2点ありまして、今その個人の活動と企業としてのだったと思うんですけど、例えばサイバーエージェントグループだと社員全員が広報視点を持てっていう教育を受けるんですけど、なので各々の一人の発言が会社の看板を背負ってということなので、逆にいいアピールになれば、要は弊社今グループだと4000名とかの会社になってきたんです。4000人の広報担当がいると考えると PR にすごい強い会社になるというところもあり、一方で先ほど皆さんが言ってくれたようにリスクもあるというところをちゃんと考えて発信しろよっていうところは、もう入社前にしっかりと意識的に受けるような内容になってます。で一方でその企業の活動として、例えば今ユニクロさんとかってインスタグラムのフォロワーが100万を超えていて、100万を超えるメディアをユニクロというアパレル業者さんが持っているという状況になっていて、これって例えばかつてだったらファッション雑誌さんとかがに載せてもらうために広告費を支払って情報を届けていたものが、今自社のメディアとして100万単位の方にアプローチをすることができるというような時代になってきているので、弊社サイバーエージェントグループでもそういった企業としてのアカウントを伸ばしていきたいんだけどどうしようという相談はかなり増えてきているなというのが現状です。ほう、一方村山さん、ユーザーとその発信する企業のやり取りも前に比べてできるようになったと思うんですね。そうだと思いますよ。 SNS がそうか、そういう時代になったのかなと思ったら、もうかなり前、10年以上前なんですけれども、そのある大手メーカーがですね、テレビ向けの記者会見、新聞向けの記者会見以外に、そのブロガー向けの記者会見もこれからは定期的にやりますみたいな話を聞いた時にですね、そうか、もうこれは時代がもうガラッと変わったんだと、スイッチが変わったんだということを自覚しなきゃいけないなっていうふうに感じた瞬間がありましたね。それがその後、そういうふうになったっていうことだったなと思いますね。そうなんですよね。僕も本を書いた時にメディアを集めてやったイベントもあれば、ブロガーを集めてやったイベントもあって、その発信する人の、立場が随分変わったなと、個人の本好きな人がフォロワー数それが数万人
超えるともう一企業としてもそれだけこう価値見なされるというか、あのメディアと同じぐらいの、大事な存在になっちゃうんですね。これから発信していく側にとっても可能性無限大なんですよね。さあ続いて最後の疑問、小澤さん、はい、お願いします。AI でメディアはどう変わると思いますか？おお。です。AI 気にされてますね。僕はまあとにかくデータがたまるので、うん、まあ見たいものがどんどん見たいものしか表示されなくなったりとかするのかな。自分のニュースフィードに。そうですね。なるほどね。思ってますけど、皆さんどうなのかなって。なるほど。じゃあ順番に聞きましょう。須田さんどうですか？そうですね。あの中長期変わっていくとは思うんですけど、ここ例えば3年5年で大きく変わるかといったら変わらないと個人的には思ってます、うんうん、今小澤さんが言ってくれたそういう今の段階でも AI ではなくてデジタル上のアルゴリズムというもので自分にその適した情報を出すみたいな仕組み化はインターネットだと進んでいるのと、 AI をそのもちろん技術的にはすごいことなんですけど、どういうふうに活用していってさらにそれをどうビジネスにしていこうかってところはまだまだちょっと課題が山積みではあるので、弊社のグループでも AI の子会社とかはあるんですけど、あの AI によって大きくメディアが変わりましたっていうふうになる状況はもうちょっと先なんじゃないかなと。なのでどちらかというとメディアとしての見た目は正直言うと変わらないんじゃないかなと思ってるんですけど、その中で働く人だったりとか、うん、その情報の出し方みたいな、うん、裏側の部分が少しずつ変わる可能性はあるかなと思って。なるほど。一方三輪さんはいかがですか？そうですね、あのユーザー個人個人がですね、個人に即した AI みたいなのを、うん、まあ、スマホっぽいものにこう一つ一つ持っていて、うん、でユーザーのエージェント同士がこう対話をするみたいな、ね、いう形で情報収集したりっていうような感じで、うん、AI がなんかすごく大きな大企業がボンとこうこの AI 使えっていう、うんうん、そういう時代からユーザーごとに賢い AI、 ユーザーの思考性が反映された AI みたいなのが個人個人にこう与えられる時代みたいなのになっていくのかなというふうに思います。そうなってくると、うん、まあ、時間はどのぐらいかかるか分かんないですけども、今までのメディアとはちょっとカラッと変わった社会が訪れるのかもしれないなというふうには思いますね。マイ AI ができる時代、なるほど、はい、村山さんどうですか、 AI が世界をどこまで変えていきますか？そうですね、あの例えば、まあ、私たちがやっている新聞社の話で言うとですね、うん、さらに早くというのとさらに深掘りっていうのが進むと思うんですよね、うんうんうん、例えば日経新聞でもですね、あの、まあ、日本に上場企業が約3700社あって、その3700社がそれぞれ年に4回決算発表しますよね、うんうん、従来だと我々、記者がですね手で書いていたわけです、うんうん、でそれがですね今 AI が原稿書いてるんですね。でその間にじゃあ、人間の記者何してるかっていうと、より深掘りができるような取材をして原稿を書く時間っていうのが捻出できるようになってるんですね、うん、なるほど、読者からすると結果的により早く情報を得られるし、うん、より深掘りの情報も得られる機会が増えるいいチャンスなんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど、結構公的なご意見ですね、うん、でももし AI がメディアでなんか一人一人に合ったものを作れるとなったら、うん、今みたいなテレビとか新聞以外のちっちゃなメディアの情報でも合うと思ったら届けられるわけじゃないですか。一つ一つのメディアが平均化してしまう、なるほど、っていう影響力が平均化しちゃうところに関してどう思うのかな。小澤さんのご意見は正しいと、これから AI があのメディアを平均化させていろんなものがなくなって、そして一番大事なテレビの収入が減っていくと思われる方どれぐらい、どうやら外れだそうですテレビの価値って絶対ありますよね。チャンネルに収まってるっていうのが多分テレビの価値だと思ってて、インターネットってもう底知れない情報量があるけど、テレビってチャンネルの中に収まってるじゃないですか、コンテンツが、うん、多分それって自分が選別しようと思ってこのチャンネル見ようと思ってやる、うん、で数が限られてるからそこに収めないといけないっていうその出し方の問題なんですけど、うん、テレビの価値って多分そういうところにあるのかなというふうに僕は思いますね。インターネットがどんどん発達してきたらっていう大変言葉強い、はい、心強い言葉を持ってここで結果発表に参りましょうさあ独断と偏見で決めました。今回の研究結果はこちらです。じゃん、マイ振る舞いの時代、発信者としてどう振る舞うのか、まあ、いろいろ聞いてきましたけど、今の時代これからの時代は一発信者と一受信者がうまくリンクされる時代になっているんじゃないかなと思います。で滝上さんみたいに人の幸せ見たくないっていう人いると思うんです。人の不幸がいい、自分の不幸もみんなにシェアしたいと思っている方がいらっしゃると思うんです。その方々がうまくリンクしてコミュニティが作り上げていくと思いますね。
同じように幸せを見せ合いたい、意見を聞かせ合いたい、同じ意見を話し合いたい、でそのバラバラなニーズに合ったようなメディアがどう出来上がっていくのか、それは前振る舞いをそれぞれ徹底すればいい。さっき、宮尾さんが言ってたマイ AI の時代、そのリンクの作業もよりスムーズになっていくんじゃないかなと思います。お互いにどう振り舞うのかそんなに気にしないで自分の個性を徹底する時代になっていくんじゃないかなと今日思いました。ということで今回はここまでです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。マーケット経済専門チャンネル日経 CNBC はあなたの忍者となり、最新の経済マーケット情報を素早く収集、正確にお伝えいたします。国内だけでなくアメリカ、ヨーロッパのグローバル市場もズバッと解説。テレビはもちろんネットならいつでもどこでもご覧いただけます。ネットでの視聴ならお試し1ヶ月。次回の研究テーマは今後メディアはどうなっていくのかです。メディアについての議論最終回、お楽しみに。一体どんな議論になるのか、そしてどんな研究結果が導き出せるのか、次回の日経カレッジラボ、お楽しみに。